アメリカ軍普天間飛行場の移設と沖縄の負担軽減を議題に、今日全国知事会の緊急会議が開かれました。鳩山総理大臣の要請による今回の会議でしたが、18府県の知事が欠席するなど、地方の反応は冷ややかでした。全国知事会には鳩山総理をはじめ、岡田外務大臣、北沢防衛大臣ら政府首脳が出席。ただ知事本人の出席は29都道府県で、18府県が欠席するなど、地方の冷ややかな態度が浮き彫りとなりました。冒頭、鳩山総理は基地の移設問題をめぐって、一部訓練の移転など沖縄の基地負担の軽減について各知事に協力を求めました。感謝とともに、この基地問題に対して国民の皆様方全体の問題として思いを分かち合っていただきたいと、その思いもお伝えをしたいと。また会議には沖縄県の中井知事も出席し、基地の事故騒音など日常的な基地被害を訴えました。我々がですね、まあ、日本国民として当然負うべき応分の負担をはるかに超えているというのが、私どもの、まあ、これ数字でもなんとか表せますが、実感でございます。これをですね、大幅に、減らしてもらいたい。これに対して石原知事など知事側からは、政府に対する批判や要望が相次ぎました。この問題を論じる前にですね、私たち本当に日米安保っていうのはマリンを含めて日本の領土を守るために抑止力あるのかないかとね、あなた方政府で確かめてもらいたい。なぜ今この時に、なぜ今この全国の知事を招集したのかなと。また知事側からは、すでに応分の負担をしており、これ以上は地元への説明がつかない、都道府県側から手を挙げろというのではなく、まずは政府から個別に協力を求めるべきなどの意見が出ていました。